はい、というわけでこんばんは、田中でございます。今回はですね、以前に紹介しましたペンタックススーパーマルチコーデットタクマ67の 75mmF4.5 という1970年頃に販売された52年前のオールドレンズなんですけども、こちらの方がですね、曇りがあったりカビがあったりのジャンク扱いのレンズで、こちらの方がですね、ジャンクレンズというだけに見事にカビがありまして、そして曇っていると。で、撮影しますと全体がもんやりして、そして真ん中に変なもんやりが出ると、このレンズをなんとか良くしていこうというシリーズなんですけども、ちょっとおさらいしますと、こちらのレンズはですね、直径がですね 82mm ぐらいあるすごい大きいレンズなんですけども、と言いますのも、そもそもが 60mm×70mm という大きいフィルムで撮影する大きいカメラ、そのカメラのレンズだったということで、すごく大きいと。かといってね、大きいからといって何かいいことがあるわけじゃないんですけども、ジャンク扱いのレンズですから、フードとかレンズキャップがなかったりですね、中のレンズが曇ってたりするわけですけども、でそれをね、ちょっとずつ工夫してですね、品質を上げていこうと。まず最初にしましたのは、真ん中もんやり対策としましてですね、レンズ内とマウントアダプター内の乱反射を軽減しようということで、そういう光を吸収するような真っ黒な塗料を塗ってですね、でフードがなかったもんですから、手作りでフードを作って、手作りと言いましても段ボールなんですけどね。でそしてレンズを分解して中をきれいにしようということをしたんですけども、最後の最後のレンズ、これが2枚のレンズをガチッと貼り合わせたレンズなんですけども、これが外れないと。これをきれいにする前の段階ではこのようにすっごいきれいになってくれたんですよね。でこれはええぞと。2枚のレンズを貼り合わされたレンズがありまして、これをなんとかしたいと。ただ前回それやりましてね、レンズを僕割ってるんですよね。ですんで今回は違う方法でやってみようということで、溶剤に数日間つけようということをやってみたんですけども、除光液から始めたんですけども、なかなか変化が見られないんで、結局ね、違う溶剤を足していったんですね。ですんでちょっとそういうことをしちゃったんでね、どういう溶剤を使ったかというのは言わない方がいいかなと。5日後あたりぐらいからね、ちょっと変化が見え始めまして、これはいけると、ちょっと染み込んでるなという気配がありましてね。でこれが1週間後で、10日後もうこれはいけるなということで、ちょっと無理やりこじ開けましたら、なんとついに剥がすのに成功しました。いやこれはよかった。これでちゃんと溶剤が特定できたらね、貼り合わせレンズを怖くないのと。でなんでこれがなかなか外れなかったかと言いますと、このね、中のコーティングじゃなくってレンズの縁ら辺はね、どうもね、ボンドの層があるみたいで、そのせいで中へなかなか染み込まないんですよね。どうもそんな感じで、一応ねこじ開けたんですけども、この縁のところレンズの表面のガラスごと剥がれてるんですね。ボンドは溶解しきってないんですよね。だからボンドが強すぎてレンズが剥がれちゃってるっていうことなんですけどね。これはなかなかまだまだ研究が必要やなと。ただちょっとね、これニトリルの手袋がね溶けたんです。いやこれね、あかんなとこれはちょっと怖いなと。ギリギリまでいっとるなと。と言いますのも、こういう貼り合わせレンズって工業用のね、取り扱いに資格が必要なやつですればすぐに溶けるらしいんですよ。でもそれはね、資格ございませんので使えませんし、資格がいるやつって例えば手についたら火傷するとかね、そういうレベルじゃなくって、発がん性があるっていうのがあるんですよね。ですんでね、一応はホームセンターで買えるやつを使ってはいますけど、ちょっと混ぜちゃったんでね、どの溶剤が効果があったか特定できたらまたお知らせしたいと思います。いう感じではあったんですけども、なんとか剥がれましたんで、中はね綺麗にできたんですよね。じゃあどうなったかご覧ください。どうでしょうか。すっきりしましたね。もちろん状態が悪かった時と比べますと、すっごい良くなったわけですよ。すっごい良くなったと言ってでもですね、ここまでしてようやくまともな状態まともな状態というか、当時のレンズの曇ってないちゃんとした状態ですよっていうのに
やっと追いついたと。さすがにね、その現代のいいレンズには及びませんけども、ジャンク扱いの難ありからここまで綺麗にできたという感じで言いますと、僕からしましたらもうほんとね、いい写りになったなと、本当に気持ちがいい。絞りがね F4.5 ということで、明るいレンズじゃないんでね、背景はそんなにはボケはしませんけども、当時の雑誌とかってこういうカメラで撮ってたんかなというね、なんかそういう雰囲気があると言いましょうか、僕としましては非常に好きなレンズになってくれたなという感じですね。まあ、被写体としてはですね、まあ、前回の方がいいのに出会えたなという感はありますけども、もう一歩綺麗になってくれたかなというような感じですね。というわけで、ペンタックス67の大きいレンズを分解して綺麗にして、ようやくここまで映ってくれるようになったという回でした。それじゃあまた。